これが原人の石器ですが今のイスラエルの死海の北で見つかりましたアジアで最古の原人の石器でございますこれはおよそ150万年前このような石器がまアフリカからアジアへ人類が到来した最初の文化でありますがこういう石器文化が広く アジアに共有をされているという、これがこの当時のま文化交流のまあ一つの特色であります。新人になってきますと、まあそれから新しくなってきますと、まあいろいろとこう加工の技術があり、さまざまな文化が広まっていきますが、そういう中でこれはのマンモスの骨を使ったテント状の石器であります。それからこれはの涼しいテント状の石器ですが、冬寒い時はおそらく洞窟 ホラーなみたいな自然のホラー穴みたいなところを使った住居を使っていたと思われます。